2月3日日曜日、今朝の室温は 22.0 度、湿度計は 55% です。銀座のお天気は晴れです。昨日はとてもいいお天気でした。ご主人様は久しぶりにランチに行くというので出かけたようです。僕とララちゃんは眠いのに、ご主人様はワクワクしてたようです。僕は天気もいいので外でも眺めてみようかなと、2段ベッドの特等席で窓の外を眺めていました。週末なのに朝食を作り、お風呂に入り、お洗濯までして、トイレの掃除まで終わったようです。僕はまだ眠いのになぁと思っていました。ララです。続きをお話しします。ご主人様がランチに行ってきたのは、銀座シックスの6階にあるアイアンパークグリル&バーというお店だそうです。ここには仕事の打ち合わせなどに何回か利用したことがあるそうです。隣のお店はガラガラなのに、このお店はすごく混んでいたってご主人様が言ってました。そろそろ混んできたから、まだ時間よりも早いのにそろそろ出ようかと挨拶をしました。ネットの一級レストランで予約すると安いので、予約してお会計は済ませているのに、ちょっとお会計がしばらくお待ちくださいとバーテンさんに言われて、何か変かなと思っていたところに、ソムリエの高野さんがやってきて、再出発を記念してラテをお召し上がりくださいと、コーヒーをサービスにプレゼントしてくれました。これが大層素敵で、ご主人様は見た途端にびっくりしたそうです。このお店には高野さんが2人いて、写真に写っているのはソムリエの高野さんとバーテンの高野さんです。お二人ともイケメンだそうです。ソムリエの高野さんはオーストラリアに住んでいたそうで、英語もフランス語も話せるそうです。ご主人様はオリラジのあっちゃんに似てると言ってました。ララはちょっと何を言ってるのかわかんないけど、こんな嬉しいことは今までで初めてだよと、家に帰ってから何度も言っていました。今日は感激したなと、まあうるさいくらいに、このお店はオーストラリア料理もうまいけどダンスも最高なんだぜと寝るまで言ってました。今日は終わりです。 Beef or Chicken？ キャラメルとララちゃんと失語症にご主人様の楽しい生活、いかがでしたでしょうか？ぜひチャンネル登録をお願いします。